はい。297。もう当たって当ててない。972。え972。そうなのよ。これを最初に持ってきて972にすればいいな。それじゃあ今度はこのカードを足してこうしてこうして3枚のカードがあります。大きな数を作りたい、数を作りたい。何ができるでしょうか。はいはい。言っちゃダメだぞ。女の子手を挙げてくれないじゃないの。一回手を挙げて、はい、一回手を挙げて練習するよ。1、2、3。はい。その時にもやもやしみんなバッと出しちゃうね、気持ちから。おならじゃない、おならじゃない。僕んとかもっとおならを作る機会持ってるからね。これで作りたい。これをねお口入れるのこうやって。今この辺に入ってった。もうじき出てくる。くっちゃい。ダメって勉強しに立ったらお前は。座ったらお前ちゃんと。おしりかゆいのか。なんかわからんとかあるって。大きい数。ああ、そうか。じゃあ見てなよ。おばあさん見てな。5と8どっちが大きい。8の大きいだろ。だからこっち行くのよ。で、分かれ道また2と3どっちが大きい。3。おばさんに聞いてんの。2と3どっちが大きい。3。だからここ行く。大きい数の方へ行く。見てなよ。また分かれ道だぞ。9と8どっちが大きい。9の方へ行く。ここへ来てこっちはもう見なくていいんだから。7と4どっちが大きい。7。俺代々6来た。じゃあ今度おばさん自分でやってみてください。どこ行くか。16のは大きい、20のは大きい。その通り。みんな手叩いてあげて。何だって今3桁の。今あ、3桁のか。じゃあもう一回やってあげよう。7と6と9があるじゃない。と967、697、あるいはいろいろ数できるじゃない。769な、あるいはこうすると679、こうすると967、いろいろできるだろ。でも一番大きい数を作ろうとするといくつだと思う。一番最初に来るのは7。もう一回言う。このカードを並べ直すといろんな数ができるの。見ててよ。796言ってごらん。7。みんなも一緒に言ってあげてよ。796。796。こうすると976。それが正解。これ697な。で今度これを持ってくると769。いろんな数できるじゃない。並べ直すと。だからちょっと待って。言っちゃダメ。いや待ってて、あの人も一生懸命悩んでんだから。あの人もできると、できるならとお金持ちになれるんだから。だからあの人お金持ちになりしてあげるんだから。でおばさん何が一番大きいと思う。一番最初何に来たら本がいいと思う。6か7か9か。教えないのそれは。助けてならないのそれは。何あんな無視しろ。じゃあ2つのカードでいこうか。79と97どっちが大きい。その通り。そしたらね、26と62どっちが大きい。26? うんかな。62と26どっちが大きい。62。そうでしょ。そうそう、だんだん分かってきた。65と56どっちが大きい。うん、65の大きいだろな。大きい数を作ってるの先生今。でこれを 3枚にするの。6と5と9で一番大きい数何だと思う。何ができるだろう。
一番前に来たら何、来たの方がいい、なんだ、6かな、5かな、9かな、9が一番最初じゃん。じゃあ2番目なんだ、おお、そうだ、そうだ、ほら、カードが、カードができるでしょ。じゃあ一緒に読んでみるよ。965、いってみろ。大きな数じゃない。じゃあ筒井さん、8と3とね、4で大きな数作りたいの。一番最初来るのは何だ。8。そう、8が一番。2番目は、うん、4。おー、4だ。それじゃあ3番目、これか、これ大きい数なんだぞ。読んでみると843、言ってごらん。843、元気ないもん。お祭りが終わったからって、ね、元気なくすことないだろうが、お前ら。843、眠いような声出して、君たちの優しい声聞いてて眠くなる、僕本当に。はあ、首してやがる、あいつは。今日学校休みだったの？うん、休みだった、知る？あんた休み？休み。休みでなかった人手挙げてごらん。学校行った人、今日。学校じゃない。あんた学校行った？まだ幼稚園あった。幼稚園あった。辻さん今日学校休み？大場さんは？休み？うんと、じゃあ843、843、やっと言ってくれた。843、843、743、543、546、246、243、243。言ってるうちに奪っちゃうから、これはね、声出して言った方がいいの。いいな、いい。じゃあ真ん中書いてみるか。293、293、言えるか。293、293、声が悪い。293、293、後ろの声聞こえない。293、293、そう、前は聞こえるな。じゃあ今度はこっち見て。937、937、935。935。じゃあ分かった人聞いてくよ。3と2と4。一番大きい数は何ですか、はい、教えてくれた。筒井さん。4。うん、だけど、並べ替えると、何百何十いくつになるのよ。一番大きい数は何ができるでしょう。3と2と4を使うと。はい。僕も4が一番最初に来ると思う。その次何、はい、?3。その次が、そう、それでいいんだよ。ただ読み方がね、432、言ってごらん、3、はい、432。じゃあ1と7と6というカードを使って大きな数を作ります。なんていう数ができるでしょうか、教えてください。はい、おばさん、761。おお、できた。みんな手叩いたんや。そう、できたじゃない。761だ。761、言ってごらん、3、はい、761。じゃあ頭の体操、パッと見ていってください。赤はどこ行くでしょう。その時地震が起きました。ガタ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 、大きな地震です。ガタ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 、うお、ガタ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 、はい、早く行ってみる。どこ行く。赤は鳥。じゃんじゃが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 じゃん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 、犬でした。はい、この棒1はどこ行くでしょう。はい、早く見てよ。じゃんじゃが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 じゃん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 。1、じゃあ2はどこ行くでしょう。じゃんじゃがじゃんじゃん、何、2、見たな。じゃんじゃがじゃんじゃがじゃんじゃがじゃん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 、2。じゃあ3はどこ行くでしょう。3。おー、分かってんのか。だって1、2、3。じゃあ4はどこ行くでしょう。4、知ってるね。じゃんじゃが4だよ、4だよ。じゃん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 、4。じゃあ5は、5。じゃんじゃがじゃんじゃがじゃんじゃがじゃんじゃんじゃん、簡単だよ。ほんと。じゃあ1つだけ他のと違うのはどれでしょう。